南北戦争時の地図。青はアメリカ合衆国諸州。水色は境界州、赤はアメリカ連合国諸州。白は戦前、戦中に州に昇格していない領域。1861年から1863年まで使用されたアメリカ合衆国の国旗。南部諸州の脱退は違法であると考えられたため、星の数は南部の州を含む。 1863年に、ウェストバージニア州の星が加えられた。南北戦争当時、南部の11奴隷州が、アメリカ合衆国から脱退し、アメリカ連合国の独立を宣言した。引き続きアメリカ合衆国に留まった諸州は、アメリカ連合国よりも北に位置したため、その軍隊を日本語では、北軍という、アメリカ連合国に対峙した、当時のアメリカ合衆国の代名詞としても、 使われている。アメリカ史では、北軍、南軍という用語の代わりに、この時代のアメリカ合衆国を、特にユニオン、その軍隊を、ユニオン軍という。ユニオンは20の自由州と5つの境界州から、なった。ユニオンは、西部のカリフォルニア州、オレゴン州、ネバダ州を含み、中西部の州も含まれたが、一般には、北部と呼ばれた。 法的にユニオンの用語は連合規約のパーペチュアルユニオンから来たものである。また、当時も今も合衆国の公共の対話では、新しい州は連合に認められたアドミテッド・ツー・ザ・ユニオンとのように表現され、そして大統領の議会及び国民に対する一般教書演説はステート・オブ・ザ・ユニオン・アドレスと表現される。南北戦争前でさえ連合を維持する。 プリザーブ・ザ・ユニオンのフレーズは一般的なものであり、州の連合ユニオン・オブ・ステーツはアメリカが州国全体を指すものとして使用されていた。非分理論者側が使用するユニオンの用語は既存の国家の継続として合法性を持つものとしての意味があった。南北戦争の間、連邦政府に忠実な人々及び境界州、南部州に居住する反脱退論者は ユニオニストユニオニスと呼ばれた。南部同盟の軍人たちは、しばしば彼らを、ホームメイドヤンキースと呼んだ。しかしながら、南部のユニオニストは、必ずしも北部と同調して、脱退に反対するのではなく、実際には、南部同盟を支持した。それでも、およそ12万人の南部のユニオニストが、南北戦争の間、北軍に加わって従軍した。そして、ユニオニスト連隊は、 あらゆる南部州で立ち上げられた。南部のユニオニストは反ゲリラ部隊として北軍によって占領された連合国領域を管理するために手広く使用された。南北戦争以来、北の王山という用語はユニオンと同義として広く使用されている。ユニオンは通常合衆国ユナイテッドステーツが紛らわしい状態、連邦フェデラルが曖昧な状態、またはヤンキーヤンキーが 時代遅れ、軽蔑的な場合で使われる。ユニオンは対する南部同盟と比較すると、工業化が進み、南部よりもずっと市街化されていた。北部州は南部州のおよそ5倍の白人人口を要した。人口と産業における優位性が南北戦争における北軍の勝利の重大な要素であった。アメリカ合衆国に留まった州は、以下の通り、境界州。 ケンタッキーとミズーリでは、親脱大派が南部への参議を表明し、連合国への参加を宣言したが、北部と南部それぞれに参加を宣言した勢力が存在した。ワシントン DC は、アメリカ合衆国連邦政府直轄地であるため、従って、北軍アメリカ合衆国に泊まることとなった。開戦時点では、境界衆のごとく、奴隷制度が存続していたが、 戦時中の1862年4月16日に奴隷制度廃止となった。カンザスは脱退の危機が始まった後の1861年1月29日に北部へ加わったがサムター要塞の戦いの前であった。ウェストバージニアはバージニアから分離し、1863年6月20日に北部に加わった。ネバダも戦時中に北部に加わり、 1864年10月31日に州に昇格した。現在ネバダ南部の部分はニューメキシコ準州の一部であった。ありがとうございます。